皆さんこんにちは。岡田です。今 JR 東日本東京駅の丸の内に来ております。ただいまの時刻午後9時30分ということで、だんだんと人も少なくなってきてるんですけども、今回は東京から青森県の青森まで向かいます。でこの時間帯から東北新幹線使って青森に行くことはできません。つまり夜行バスで今回は行くんですけども、今回は東京から青森までオリオンバス、こちら使います。オリオンバスかなり有名なバス会社でして、今回の東京青森線以外にもね、東京大阪線とかにもあるし、東京から博多方面に行く路線、東京から名古屋方面に行く路線とか、日本いろんなところで走ってる路線バス、高速バスになります。でこちらオリオンバスなんですけども、他の高速バス会社と比べて結構料金がね安いと思うんですよ。今回ね JR バスで東京から青森駅まで行くんだったら片道7000円ぐらいしたんですよね、3列タイプで、結構高いじゃないですか。新幹線と比べると全然安いですけどもね。で今回利用するオリオンバスに関しては4列タイプなんですけども、なんと片道3000円です。3000円で東京から青森まで行くことができます。週末とかになってくると若干料金はねやっぱ上がるんですよ。それこそね JR バスとかになってくると週末は1万円超えたりするんだけども、週末でもだいたい6000円、5000円とか7000円、それぐらいですかね、オリオンバスで。今回一応4列バスになるんですけども、4列でも例えば10列なんで、足元は結構広々してるタイプになります。普通のあのねキツキツな観光バスタイプではなくて、夜行バス、高速バス仕様になってるんで、それなりにね快適に行けるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ね東京から青森まで片道3000円の夜行バス、オリオンバスの紹介です。よろしくお願いします。整然と並ぶ JR のバスたち、鹿島神宮とか筑波大学、千葉方面に行くバス、茨城方面に行く水戸行きのバスとか、いろんな方面にバスがどんどんと出発していっています。 JR バスの利点としてはやはり東京駅の目の前から出発することですよね。東京駅に限らず大きな駅に直結しているっていうのが JR バスの利点です。今回利用するオリオンバスに関しましては、こちらからではなくて少し歩いたところ、東京駅火事場駐車場からの出発です。ちょっと遠いんですけども、でも今後ですね、火事場駐車場というのは営業終了いたしまして、今ね、ここ東京駅のバスターミナル、JR のバスターミナルがあるんですけども、道路挟んで目の前に東京駅の八重洲のバスターミナルというのがもう完成しています。今ね、どんどん移管作業が行われているところなんですよね。一部のバスはそちらからの出発なんですけども、今回のオリオンバスの青森行きに関しては、まだね、火事場駐車場からの出発です。夜の10時ちょうどになりました。おそらくね22時ちょうどに出発するバスってのも結構多いと思うんで、エンジンかけてねどんどんとバスが出発していきます。というわけで東京駅から歩いて5分、東京駅火事場駐車場にやってきました。この中のどれかのバスに乗ることになると思うんですけども、火事場駐車場に関してはこの中でね撮影することができないので、ちょっと外から撮ってます。22時集合で22時20分出発でしたね。結構待合室っていうのもかなり狭いんで、このね夜行バスの出発する時間帯になるとなかなかカオスな感じになります。バスが到着いたしました。今回利用するのはオリオンバスの1021便です。青森行き、盛岡とか弘前を経由します。この星が目印ですね。青森まで10時間ぐらい乗るかな、10時間か11時間ぐらい多分乗ることになります。では早速ですけども乗り場に行ってね乗りましょう。というわけで車内入ってきました。今回ね3番目に乗り込んだんで、前からゆっくり写真撮ることができました。座席配置は22の配置、コンフォートタイプと呼ばれるバスですね。オリオンバスにもね3列タイプの車両とかもあるみたいです。リクライニングフルで倒すとこんな感じ、めちゃくちゃ倒れるんですよね。座席のポケットのところには、車内の案内と、あとスリッパが用意されていました。で全席に USB ポートがついています。コンセントはついてません。飛沫防止用のこういったパーテーションというのも用意されてますね。各座席が4列シートなんですけども、カーテンで仕切られています。で足元にはですね、なんと足置き、いわゆるフットレストですね。それが用意されていて、10列シートということで、めちゃめちゃ広々しています。余裕で足組むこともできるし、拳3つ分ぐらい入るんじゃないかな。かなり広く感じました。出発いたしますのでご注意ください。お客様の安全確保のためシートベルトの着用の方を確実にお願いいたします。本日はオリオンバスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このバスは1021便、盛岡弘前駅経由の終点青森駅行きです。ちなみにね、2席確約プランとかっていうのもあって、そっちだとね、5500円ぐらいしましたね。なので今回非常にラッキーです。まずはじめに到着のご案内をさせていただきます。盛岡駅5時50分、盛岡駅明朝5時50分、弘前駅明朝8時30分、
弘前駅妙朝8時30分終点青森駅には妙朝9時35分終点青森駅には妙朝9時35分を予定しております。続きまして休憩のご案内ですが、この後1時間10分ほど走行いたしまして佐野サービスエリアを予定しております。その後2回目、1時50分前後安達太良サービスエリア、3回目3時55分前後長者原サービスエリア、4回目6時30分前後岩手山サービスエリア、盛岡駅までのお客様は合計3回、弘前駅青森駅までのお客様は合計4回のトイレ休憩を予定しておりますが、運行状況により休憩の遅れ、場所の変更、到着時間に遅れが出る場合がございますので、あらかじめご了承ください。また急なおトイレ、体調不良との際には運転席後ろに交代運転手控えております。ご無理なさらずお気軽にお声掛けください。最寄りのサービスエリア、パーキングエリアで対応させていただきます。この後音声にて車内のご案内をさせていただき、ご案内が終了いたしましたら車内の方は完全消灯となりますので、お休みのご準備をお願いいたします。本日はオリオンバスをご利用いただき誠にありがとうございます。目的地到着に向け安全で快適な旅となるよう努めてまいります。車内リクライニングシートは最初から倒した状態でご用意させていただきました。サイドレバーを引きお好みの角度に調整しご利用ください。お客様の安全確保のため絶えずシートベルトの着用をお願いいたします。当バスでは携帯電話やスマートフォンなどの充電がご利用いただけます。それでは狭い車内ではございますが、どうぞ各地到着までごゆっくりお休みください。これより車内の方は完全消灯とさせていただきます。失礼いたします。出発して10分なんですけども、かなりテンポよく進んでますよね。もう消灯となりました。というわけでこのまま就寝です。おやすみなさい。おはようございます。バスは福島県の安達太良サービスエリアに到着いたしました。東京都を出発して今だいたいどれぐらいだったのかな、3時間ぐらい経ったところですね。ここでまた20分間の開放休憩です。今ねバスはまあ安定というか順調に東北自動車道を走行しています。まあ、東北自動車道はね、日本の高速道路の中で一番路線長として長い高速になります。ずっとね青森県の、もうおそらく青森までもずっとね東北自動車道を走行していくんじゃないかなと思いますけども、安達太良ですね、安心の安に、達成の立つに、太いによしで安達太良って読むんですけども、初めて来ましたね。はい、なかなか大きなサービスエリア、やはりね東北自動車道も、まあ、ご覧の通り大動脈ですからね、トラックが非常に多いです。目の前には大館の城駅の高速バスも止まってますね。サービスエリアの中見てきたんですけども、24時間売店は営業してるみたいです。中には食堂とかもあるんですけども、まあ、でも晩ご飯食べたりする時間というのは正直ないですね。まあ、売店とかでおにぎりちょこっと買ったりするぐらいかなというふうに思います。安達太良ラーメンとかっていうのも、ね、有名みたいですね。まあ、あと福島県なんで、そのフルーツに関係する飲み物とかお土産とかそういったのも、ね、いろいろと売ってました。はい、ということでやっぱり、ね、4列シートなんですけども、隣がいないということでめちゃくちゃ快適です。はい、もうこれだったら青森なんて全然余裕ですね。で、縦も10列しかないですからね、足元も超広々していて、この後休憩はあとまだ2回あるのかな、青森到着までにありますけども、快適に行けそうです。はい、というわけでそろそろ出発なんで、また車内戻って寝ます。あ、今ちょっとバス来ましたね。あれオリオンバスじゃないですか。おそらくね、今回乗ってる青森行きの後ろを追いかけてきている七戸十和田行きのバスだと思います。そっち方面にもね、オリオンバス運行してるんですよね。若干七戸十和田行きの方が高かったような気がします、値段が。おはようございます。バスは3時50分東北自動車道宮城県のしわひめパーキングエリアに到着です。相変わらず横にトラックがずらっと並んでるんですけども、ここパーキングエリアなんでトイレと自動販売機とかしかねありません。
で、あの休憩中に着くと放送っていうのはないんだけど、車内の照明がつくんですよね。ちょっとそういったので目覚めることっていうのはあると思います。僕もそれで目覚めたんですけども、なのであの本当に気になる方はね、そういったのもアイマスクとかね、そういうのがあった方がいいのかなっていうふうに思ったりもします。東京出て、ね、栃木県とかずっと通ってきたわけですけども、もうようやく宮城県までやってきました。もう仙台とかもだいぶ近いと思うんですけども、今回のバスね、岩手県の盛岡に到着するのがね、朝の5時半ということでめちゃくちゃ早いんですよね。まあ、あとここね4時10分に出るんだけども、あと1時間ちょっとで盛岡に到着です。盛岡着く頃には多分まだ暗いんじゃないかな、この時期だったら。そんな感じ。盛岡から青森までもね4時間かかるわけですから、とりあえず今ここ3回目の開放休憩ですけども、今回青森まで行く、ね、乗る人とか弘前まで乗る人はあと1回開放休憩っていうのがあります。なかなかね1回の高速バス乗車で4回もね開放休憩あるっていうのは、うん、ないと思いますよ。結構珍しいですね。ということで、もうだいぶ寒いんで、もうねすぐ車内戻ります。車内はめちゃくちゃポカポカしてあったかいです。辺りはまだ真っ暗なんですけども、バスは岩手県の盛岡に到着です。東京駅を出発してだいたい7時間ぐらい経ったのかな。今回は青森まで乗るんで、まだまだこの先続きます。盛岡と青森を結ぶ高速バスとかっていうのもね運行されてますから。盛岡駅を出た後ちょっと爆睡していたんですよね。で気がつくとそこはサービスエリアだったんですけども、岩手県の岩手山サービスエリアですね。サービスエリアということで、パーキングエリアよりかは充実しています。売店とかも営業してそうですね。まあ、ここで朝食の購入とかでもね、OK だと思います。まあ、車内では一応飲食は禁止はされてないです。匂いがきつい食べ物はやめてくださいっていう案内でした。まあ、常識的な範囲、パンとかぐらいだったら別にね、車内でサクッと食べるぐらいだったら問題ないと思います。眠気に勝てず、このまままた寝てましたね。大変お疲れ様でした。まもなくで弘前駅に到着いたします。落とし物を忘れ物ございませんが、こちらのご準備をお願いいたします。また走行が大変危険ですので、お座席は停止になりませんよう車内事故防止にご協力ください。昨晩トランクに荷物をお預けになりましたお客様は引換券と交換となりますので、引換券のご準備をお願いいたします。8時15分、定刻よりも15分早着で弘前駅に到着いたしました。この弘前で降りる方が一番多かったですね。10名以上ここで下車されました。 JR で弘前から青森まで移動すると、だいたい大府本線で1時間ですね。バスも1時間なんで、所要時間ほとんど変わりません。5分間ぐらい停車した後、弘前駅を出発です。この先はね、照明消さないみたいですね。ずっと照明つけたまま走行となります。このオリオンバス、まあ、運転手の方によると思うんですけども、今回の方結構ね、消灯中のそのスマホ使用に関しては厳しめの方でしたね。消灯した後に、まあ、スマホをね、ちょっと触ってる人とかもいたんですけども、そういった人たちに、まあ、口頭で注意といったような感じでした。まあ、他のね、お客さんとのトラブル防止のためにはやむを得ないのかなと思うんですけども。まあね、消灯した車内でも携帯とか使いたいんだったら、もうやっぱりドリームスリーパーとかね、ああいった個室タイプのバス使うしかないんですよね。
でももう今ね電気もついてるんで携帯触っても全然 OK ですみたいな放送がありましたね。すっかりと明るくなりましたけども、ただいまバスは青森自動車道を走行しています。まもなくね青森中央インター出口なんですけども、ここで高速道路は終わりです。まあ、ここから先はね最後一般道を走行して青森駅前に向かいます。一瞬ね雨降ったりもしてたんですけども、まあ、終点が近づくとねまた青空が出てきました。9時ちょうどでしたね。青森中央インターで青森自動車道を降りました。まあ、あと10分ほどで今回の終点青森駅に到着となります。ご乗車大変お疲れ様でした。まもなくで終点青森駅に到着いたします。落とし物を忘れ物ございませんよう降車のご準備をお願いいたします。また速上は大変危険ですのでお座席をお立ちになりませんよう車内事故防止にご協力ください。本日は末にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。お降りになる際はお財布、携帯電話、充電器、イヤホン、棚の上、シートの隙間、足元、今一度お手持ちのご確認をお願いいたします。終点青森駅に到着です。東京駅を出発して11時間、定刻よりも15分早くかな、終点の青森駅に到着しました。目の前に止まっているのは港南バスの盛岡駅。盛岡と弘前の需要がねかなり大きかったですね。そこで降りた人が大半で、終点の青森まで乗ってた人っていうのは6、7人かな、かなり少なかったように思います。バスがどんどん出発していってる青森駅ですけども、奥に止まってる黄色いバスが今回乗ってきたオリオンバスの車両。11時間はねやっぱり長かったです、さすがに。ただ今回のバスね、途中のサービスエリアでも言ったようにやっぱり隣人いなかったし、足元が超広々してたんでめちゃくちゃ快適に来ることができました。正直新幹線とグリーン車の座席とかと同じレベルの快適性なんじゃないかなというふうに思います。で車内では爆睡することもできましたしね。でもう到着するのも、9時台ということで、時間帯的にはちょうどいいんじゃないかな。7時台とかに疲れてもねやっぱちょっと早いじゃないですか。でも9時台に到着するということで、今から観光にねパッと行くこともできるし、動きやすい時間帯に到着したんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで以前ですね、この青森駅から上野駅まで中高のスカイ号というね日本最長の中高高速バスに乗ったんですけども、あのスカイ号また今運休してるみたいなんですよね。あれはあれで面白かったんですけども、夜行バスは夜行バスでね結構便利ですし、で何より今回3000円でね移動できたんで非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。コスパ優れてますね。はい、というわけで皆さんもぜひねオリオンバス使ってみてください。オリオンバスに関しては今回僕初めて乗ったんですけども、他にも路線いろんなところで提供されてるんで、また今度東京博多のオリオンバスとかってのもちょっと乗ってみたいなというふうに思っています。はい、ということでこれからもよろしくお願いしますって感じです。では今回この辺で終わりたいと思います。東京から青森駅まで格安高速バスオリオンバスの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。